Cześć, witajcie, jesteśmy cały czas w Bandai Namco i oglądamy właśnie Soul Calibur 5. Razem ze mną jest producent tej pozycji i zaraz zadamy nasze bardzo istotne pytanie. それじゃあ、ディコショウカイをお願いします。よろしくお願いします。今日は一つだけの質問をみんなに聞いてるんですけど、ソウルキャリバー4の5つのキーポイントを一番重要なところっていうのは何なんでしょうかね。なるほど。ソウルキャリバー4以来新しいゲーム性を提供したというところにつきます。今度に関しましては、戦略性を残したまんま、スピードが上がり、そして派手な攻撃が行えると。それによってこうエキサイティングな戦いが提供できるということに今回自信を持ってアピールしています。 それは一つ。あとの四つを。あと三つ。はい、お願いします。いっぱいですね。あと、やはり17年後の世界を出したことによって、キャラクターをすべて一新しているというのは非常に大きいことだと思います。やっぱり、ちょっと前作よりやっぱ3年も空けてしまったので、新しいキャラクターとか新しい刺激を出していかないといけないのかなというふうに考えているので、これは大きいことかなと。あと、三つ？はい、はい。いっぱいですね。そうですね。ソウルキャリバー5、今度新しく、ソウルキャリバー4に対して、新しい通信対戦モードの方を付けさせていただきます。ここみんな気になるところだと思います。いわゆるラグとかどうなんだとかいうところもあると思うんですが、そういったところ一から作り直しましたので、自信を持って提供させていただきます。で、あと二つ。はい。いっぱいですね。ゲストキャラクター、今回もいます。ただ、今日この時点でゲストキャラクターは誰かを言うことはできません。これはですね、秋から冬のあたりに皆さんを、また、エキサイティングな、興奮のエンツ連れていくことができるかなと。それは例えば別のゲームの、世界のキャラクターですか？ もうコミック関係のキャラクターですか？それも、ゲームですか？できませんね。了解しました。はい。で、残りの一つですね。ソウルキャリバー5、2012年に出ますので、ぜひ楽しみにしててください。わかりました。で、もう一つなんですけど、バンダイナムクゲームスは、ソウルキャリバーも作ってるし、あと原田さんも鉄拳王頑張ってるんですけど、そのバンダイナムクの中の対戦にならないのかなと。 常に我々2つの格闘ゲームを抱えていて、ここのところでなんかあるんじゃないの、仲悪いとかっていうふうによく言われますが、実際はそんなことはありません。技術から、技術だけではなく、実際に制作するメンバーもですね、鉄拳とソウルキャリバーは共有して、お互い仲良くやっています。ただですね、こういう協力関係でありながらも、やはり良きライバルだと思っています。向こう側 2D格闘ですね。実際はこう前に来てもうバンバン戦うだけというのに対して、我々は 3D 格闘、奥行きも含めて戦いをするゲーム、それしかも武器を使うというところで、ちゃんと住み分けがされている。これは確実に言えるんではないかなと思います。で、ソウルキャリバーと鉄拳は両方発売日はまだわからないんですけど、それは重ならないんですかね。そうですね。やっぱり買っていただけるならば鉄拳も買っていただきたいし、ソウルキャリバーも買っていきたいと思いますので、我々は同じ中では戦わない。ちゃんと住み分けするってことは 重要なことだと思っています。わかりました。ありがとうございます。はい。また、スシリーシチェバシニ、ヤクスプラバ、ブルゴンダステケネム、アメスパダム、スプラダシ、コレネグル。ナラジェ、チョイシチ。